こんにちは、デゾーでございます。さて、今回はこちら、フライトジャケットのレビューとなります。以前私の動画でサングラスの比較動画を上げました。で、その時に EV0、 これがね、一番いいっていうお話をさせてもらって、で、このジョーブレーカーに関しては一番おすすめしないと、このフライトジャケットに関しては2番目におすすめだという話をしてたんですけども、ちょっとね、これが変わってきました。フライトジャケットを使えば使うほど変わってきました。どういう風に変わってきたかと言いますと、これはね、軽くていいんです。やっぱりこの EV0 に関しては軽くてすごく使いやすいです。なので、ロングライド、まあ、本当長距離とか乗るのにはね、こいつはすごいいいっていうのは変わりはしません。軽いですしね、本当につけてるの忘れるぐらい軽いですから。ただこいつフライトジャケット、こいつはね、あの超光レンズで通勤用に買ったんですけども、もうこれを通勤でつけてね、毎日乗ってると、もう乗るたびにこいつの良さが分かってきます。実際にこいつを買う前に通勤用で使ってたのはジョーブレーカーの超光レンズを使ってたんですね。で、実際に妻もジョーブレーカーのやつ使ってるので、ジョーブレーカーここにもあるんですけど、ジョーブレーカーも毎日使ってて、この今フライトジャケットも毎日使って出た答えっていうのが、こいつはすごい、使えば使うほどその良さが分かる。まず何が違うかと言いますと、やっぱり空気抵抗がすごい考えられてるんでしょうね。このサングラスの中に風が入ってくるのはどうしてもダメなんですよ。そこでこいつに関しては風が全く気にならない、全然入ってこないというかね、風が多分相当空気抵抗とか考えられて設計されてるんでしょうね。これはやばいですよ。で、やっぱりね、上にフレームがなくて、さらにちょっとね、ボコッと出っ張ってるんですね、ここが、こういう形状が。で、この形状というのが前傾姿勢になってもすごく見やすいんですよ、つけてる重さなんですけど、これもね、あの慣れてきちゃうとつけてるの忘れるぐらいね、フィット感がいいんですね。これはやばいですよ、このサングラス。僕の中で絶対こいつを抜くサングラスは存在しないと思ってたもんですから、今正直言うと、このフライトジャケットのプリズムロードが欲しくなってます。ただそのプリズムロードはもう昼間走る専用でしか使わないんですけど、やっぱりプリズムロードに関してはね、路面がすごい見やすいんですね。もうこれ使っちゃうとどうしてもね、他のが使えないんですよね。そういった意味で、まあ、通勤はね、あの暗い中とかも乗ったりしますので、超光レンズ使ったりはしてるんですけど、プライベートで乗るようにこのフライトジャケットのプリズムロードも今欲しくなってます。まあでも買うか買わないかで言ったら多分買いません。理由はこいつがあるから。多分ね、フライトジャケットのプリズムロード買っちゃうとこいつの出番なくなっちゃうんじゃないかなっていうね勝手な気がして、でもこれはね、本当にいい、自信を持っておすすめできます、こいつは。まあね、こいつは3万7000円かなんか、値段はね、やっぱり高いんですよ。値段は高いんですけど、そう、出す価値がある。毎日通勤、ジョブレーカーの超光レンズを使って、で、今毎日フライトジャケットの超光レンズを使って、レンズは一緒ですよね、超光なんで、フレームが違うだけですよ。で、ジョブレーカーで毎日通勤してた時と比べて全然こっちの方がいいですから。ジョブレーカーも高いじゃないですか。ジョブレーカーを買うのか、フライトジャケットで買うのかって言ったら、絶対僕はフライトジャケットをお勧めします。ただし、男性に限ります。これね、でかいんですよ。ちょっとはめてみて。でかい。相当でかいです。相当隙間だらけになっちゃうでしょ。うん、こっちは。これ使ってるやつ。やっぱそっちの方がフィット感あるもんね。うん、やっぱね、今妻もつけたんですけど、こいつだとね、でかいんですよ、サングラスが。全体的に隙間だらけになっちゃうんですね。
要はフィット感って大事じゃないですか、サングラスのフィット感で。男性はねフィットすると思うんですけど、女性って顔がちっちゃいんで、多分ねこれつけちゃうと隙間だらけになっちゃうんで、女性はこっちをおすすめします。ただ男性に関してはもう絶対こっちです。もうジョーブレーカーとフライトジャケットで悩んだらもうフライトジャケットです。前傾姿勢になった時に前見た時の視界、これも圧倒的違いますし、やっぱりねジョーブレーカーですと前傾姿勢で上見るとやっぱりフレームが入ってきちゃうんですよ、視界に。どうしてもねそれがね気になっちゃってたんですよね。ただこれはそれも解消されてますし、つけ心地もまあ多分これも慣れてきたからっていうのもあるんですけど、もうすごくいいですね。で何より空気抵抗、自転車を乗ってる時の空気抵抗、それが多分相当考えられてるんだと思います。全然気にならない、目が痛くならないというかね、本当にこれは痛せり尽くせりというか、もう僕の中では最強のサングラスです。ただし EV0 を持ってると長距離は EV0 です。これね今私掛け違えたんですけど、もう掛け違えた瞬間に軽いやっぱこれ軽いはすごい、うん、これは軽い。なので EV0 を持ってる人からすると長距離はこれでも普段使いは絶対こっちになると思います。これはねやばい、うん、ということでね、今回の動画は以上となります。まあ何が言いたかったかと言いますと、このフライトジャケットが想像してたより良かったと、ただそれが言いたかっただけの動画でございます。はい、これはね高いですけど、ジョーブレーカーとフライトジャケットで悩むのであれば絶対に僕はこっちをおすすめします。通勤で毎日僕はジョーブレーカー使ってて、で今はフライトジャケットを毎日使ってて出た答えですから、実際に僕がね両方毎日使って感じたことですから、まあ人それぞれ違いはあるんでしょうけど、僕の個人的な意見としてはそういう結果となりました。はい、はい、ということで今回は以上となります。皆様のチャンネル登録、またいいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それじゃあバイ。